はじめまして、こんにちは、こんばんは、MM チャンネルのみーでーす。はい、ということで、お久しぶりになってしまいましたが、ロックマン11をやっていきたいと思います。前回なんですけれども、ツンドラマンですね、を倒しまして、ツンドラマンが有効であろう、トーチマンをやったんですが、激ムズ。ね、めっちゃ練習したんですけど、ちょっとね、自信ないです。でも頑張ります。ということで、必須アイテムを購入しに行きたいと思います。おー、はい、ロック。いいアイデアがひらめいたんだ。あのですね、すっごい難しいんですよ、トーチマンのステージ。で、もう1回でも間違うとすぐ死んじゃうので、ちょっとロックマンをフルで買いたいと思います。ロック、どのアイテムを作る？ちょっとね、これでもね、勝てるかどうかわかんない。ということで、9期でも勝てるかどうか。わからない。では、いきます。見せてもらおうか。トーチマン強いんだよ。というかね、トーチマンが強いというよりはね、トーチマンステージが難しい、ね、ちなみになんですけれども、一応練習ではトーチマンまで行けました。練習ではトーチマンまで行けたんですけど、勝ててはない勝ててはないです。出ては爆発されちゃった。やばい、これちょっと戻ろう。もう爆発させちゃった。もうこの道しかないですね。あ、危ない。やばい。ちょっと緊張してる。ついさっきまで練習してたんですよ、私。練習してやってたんですけど、この辺とかでは別に死なないぐらいはやってないとトーチマンステージ全然いけないので、結構上手になったはずなんですけどね。どうですかね。なんか喋りながら収録してるとまた雰囲気がやっぱりちょっと違うな。緊張し、自分が緊張してるのが分かります。はい、ここが1面目私が勝手に言ってる1面目。なんとですね、1面目はね、大丈夫だと思う。死なずにいける。いきます。ほい。で、こうして、あ、死んだ。1面目はね、大丈夫だと思う。死なずにいける。わー、信じられない。なんと。やばい、こんなところで死んでたら絶対勝てない気がする。いきます。よっ。もうね、アイテムとか結構無視です。もうちょっとそんなの取ってる余裕ないんでね。これたー、一気死んじゃったよー。一気死んでる場合じゃない。本当はここのカンテラのね、こう殺しちゃいけないと思うんですけど、別に殺しても問題がないので、私はもう殺しちゃいます。カンテラを避けるのが大変。そんなことを言ってるぐらいじゃ倒せないですよね、きっとね。はあ、よいしょよいしょよいしょ、ほい、オッケー。そっか、だから8個しか買わなくてよかったのかも、もしかしたら。なんか今当たったな。ここで必ずロックマンが1個もらえるから、まあ、必ずというか取りに行けばなんですけど、これ中ボスですね。結構ゴリ押しで、よし、バッチリです。 OK です。はぁ、緊張するよ。全然ね、練習しても行ける時と行けない時の差が激しいんですよね。倒し方はね、多分ね、これなんだと思います、今の子ここですよ、ここ。行けなかったところ。あー、緊張します。行けるかな。やばい、今スピードギアに手を乗せてなかった。全然普通に握ってた。溜めてから行きます。ここから来るんでね、行きますよ。せーの、ちょんちょんちょんで押す。ひょ、あの子を倒せるって私知らなかったんですよ、これ。よいしょ。あ、
ジャンプ。ちょっとギア使おう。やばい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 、このギアの使い方じゃいけないかも。やばい、いけたー。ほらーほらー、一発で練習の成果出てる。今の感じで、あの子の名前知らないんだな私。目玉みたいな子のを倒せるって以前のあの収録した時には知らなくって、でまこしさんに相談したんですよ。そしたらあの子倒せるよっていうのを教えてもらって、実体化してる時は倒せるっていうことだったので、今みたいな感じでいけばギアを使わずともいける。よしです。どうやってる。でもね、この後もね難所がいくつもあるんですよ。いけるかな。はあ、よし、喋ってるうちにパワーギアもたまったし、よし、ああ練習の成果が出てるでしょ。あ失敗、あ失敗、ヒーン、危ない、よいしょ。でここなんですよ、ここ最初全然行けなくて、もう全然行けなかったんですけど、もうラッシュを呼ぶ、ヒョーン。これねギリジョンでも届かないんですよ多分ね。なんかあの落ちる瞬間に火を消したのに乗って多分行くんだと思うんですけど、ちょっとそんな高等技術私にはできなかったです。よしよし、上手上手、何回もねここで落ちてたの私。よいしょ、あのちょっとねライフ欲しいもんですけど、ちょっと今は諦めて、よしよしよいしょ。あ、これ殺しちゃまず、まずかったやつ、なんかここら辺でジャンプ、やばいな、戻ってきてくんないかな。なんかねあれ殺しちゃいけなかったやつですね、あるんですよここに。あれ、あ戻ってきてくれた、あったあったあった、これに乗らないといけないですよね。よいしょよいしょ、でここがね普通の、あーはー届かないんです、ここねジャンプしても届かないんですよ、ほら。まあ、ラッシュ使えば届くんですけどね、まあまあ、うまいことやればできけるので、よいしょ、うまいことというかこっからギリジャンすれば届くっていうね。よーしよしよし、順調ですよ一応。ほい、あ早かった、ほい OK です。ここなんですよ、なんとですね3面目ですよ。2面目もめっちゃ苦労したのに3面目まであるんですよ。このあと右に走っていくと、あのまた炎が来るんですね。でちなみにここ私1回しか行けたことない。行けるかな、頑張ります。まだねいっぱい残機残ってるんで、行きますね、行きます。チョン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 、溜めて撃つ、ギリじゃーん、で押す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 、でほっ、あーダメだー、死んじゃう、ここで落ちるとダメ。はあ大丈夫、まだいけるまだいけるまだいける、大丈夫。そっか、さっき1回死んでて、その後に1個ライフもらってるから8で、今また一気に死んだんで8でいいのか。あー結構ある、大丈夫大丈夫、いけるいけるいける、よしよしよし、いきます。やばい、ラストだ、いきます。やばい、ほっほっほっ、いける、ほっ、おおおおおお、このままゴリ押し、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 いけたー、いけたけど、はあ、いけたー、いけたー。あれね多分ね、あの上とか下とかあると思うんですけども、ちょっとゴリ押しでもいけるんで、来れた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 、嬉しい嬉しい、よし
じゃあついに、ついにですよ、戦います。ここでこれですね、これで行こうと思います。勝てるかな、よくたどり勝ちたい。これってどこのタイミングで使うんだろう、実は使ったことないですよね。こうじゃない、どうやってやるんだ、違うな、こうか、どうだ、当ててんのかな、お、ダメか今の、危ない、ほい、あー危ない危ない危ないじゃない、死んじゃう、これダメか、ほい、近くじゃないとダメ、あ死んじゃうぞ、ちょっと待ってよ、死んじゃうぞ、でストンプがなくなっちゃった。パワーギュージュの全体のやつを使いたかったな。あれもうロックマンないぞ、困ったな、イーカンを使おうか、ここまで来たし死にたくないな、どうしようかな、イーカンをとりあえず使おうかな、ライフを回復させる、イーカンを使います、オッケーオッケー、あどうしよう、もっといけると思った、簡単にもう使えないじゃん、ロックバスターで勝たなきゃいけないの、いけるかな、でももうない、あちょっと待って、あれだ、私には味方があるじゃないか、ロックマンを増やす味方があるじゃないか、ちょっと待って、うちのアミーボたちよ、お願い、アミーボアミーボ、よし行くぞ、エネルギーじゃなーい待ってこれ先にやればよかった、20個いけるんですよね、ロックマンが欲しい、よし出た、素晴らしい、1アップした、これでちょっと延命、絶対行きたい、ここまで来れたんだから絶対行きたい、エネルギーか、あれこれもしかしてエネルギーって、あやった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 、ロックマンじゃなくて戦えるじゃん、すごいアミーボすごい、あーよし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 、これでまた撃てますよ。さっきの。あの、なんか全体攻撃したいんだよな。どうやってやるんだろう。パワーギアしてから、だったよな。パワーギアして撃てばいいのかな。だから、L を押してからのって感じか。よし。よっしゃー !1 アップ出た出た。よしよし。よし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 。これで、よし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 。うちアーミーボいっぱいあってよかった。まこしコレクションが。満タンだし、とりあえずライフも2になったので、よし、これで行こう。これ解除したらもうまた戦いがすぐ始まるから、パワーギアを押して、で、ロックバスターだから Y か。L、L じゃない。いや、L だ。L を押して Y。R だとスピードギアになっちゃうから、L を押して Y。よし、これでなんかちょっと全体を覆うやつやりたい。いきます。L を、あはー、これで、いけたんちゃう？よいしょ、よいしょ。どう？あ、よしよし、いけたいけた、これこれですよ、これこれが使いたかった、勝てた、すごい、勝てた、やっと勝てた、やっと勝てた、これですよ、これパワーギアの方、これをやってればもっと簡単に勝てたかもしれない、いやー勝てた、嬉しい、いやめっちゃ長かった。いけました。よかった。どんな敵？わあ、かっこいい。どんな感じ？あー、結構向きが大事ですね。3方向に打つみたいな感じですね。え？パワーギア中は？パワーギア中はこれか、普通のは、あ普通のだと1つ上にいる敵に当てやすいですね、こうなるとね、でもまあ角度が自分でこうジャンプで調節しないといけないって感じですね、上にいる敵にこうやって当てたいみたいな、そんな感じですかね。はーい、ということ
で、なんか今、セイキンさんみたいになっちゃった。はい、ということで、ついにトーチマンを倒すことができました。うわー、嬉しい、すごく嬉しい。めっちゃ練習しました。めっちゃ大変だった。特にあの2面がいけなくて、3面は結構ゴリ押しでいけるんですよ。勝手に1面2面って呼んでるんですけど、あの火の出てくるところですね。きっとツンドラマン の, あの全体 の, あのパワーギア中のやつを使えばもっと簡単にいけるんだと思うんですけれども、なんとかね、自分の力でもいけるようになりました。よかった。めっちゃ時間かかったけど、ロックマンめっちゃ勝ったけど。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。勝ててよかった、本当によかった。やっと皆様にロックマンをお届けできる。ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしこの動画がいいなと思っていただけたら、高評価そしてチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。また見てね。バイバーイ。ロックマンかわいい。